こんにちは、浅野紀夫です。今日はですね、はい、ファントムホワイルのファイルの紹介です。はいはい、ファントムはフランスのブランドですね。はい、で、もともとはヨット、カタマランのブランドなんですけど、その中でウィンドサーフィンっていう部門が始まって、去年、一昨年からかな、スタートしたブランドです。主にはやっぱフォイルがメインで、去年の PWA のね、フォイルランキングでも年間ランキングでも1位、ニコラス・ゴヤードファントムフォイル、2位アレクサンダー・クザン、ファントムセールファントムフォイルで、4位がトーマス・ゴヤードファントムセール、ファントムフォイル FMX レーシングボードと、まあ、ファントムは独占したわけですけど、要は世界ナンバーワンフォイルブランドですね。ファントムのデザイナーもウィンドサーフィンのデザイナーじゃなくて、アメリカンズカップってあのヨットのね、世界最高峰の、大会のフォイルをデザインしている人がファントムのフォイルをデザインしているんで、ちょっと他のブランドとは違うというかね、よりやっぱりフォイルに特化しているというかね、のブランドです。じゃあまずはね、これ、フリーライドフォイル、まあ、今年新しく出たやつなんですけど、まあ一番最初のフォイル始める人の1本目とか、まあ今までアルミのフォイル乗っててちょっとカーボン乗ってみたいなっていう人が乗ったりとかする感じの、まあ基本的には初心者中級者のフォイルです。で、これは、マストの長さが90センチで、ウィングが1000で、リアウィングが300とで、ヒュースレージが90センチになってます。で、まあ一応風が弱い時に小さいセールでも浮きやすくて、まあ、安定してコントロールしやすいフォイルになってます。で、まあこれはね、他の、まあ、やつの紹介の時もあれですけど、これはここにこう何ていうのかな、出っ張りがついてるんで、よりボードが壊れにくかったり、あとまあ細かい調節とかもね、あんま考えないで取り付けできます。マストもウィングもカーボンで、アルミはヒュースレージがアルミという感じになってます。で、これはね、他のタイプのと違ってちょっとだけこれが、まあ、広いんですよね。まあ、よりだから、なんていうかな、風が弱い時に安定して、飛べるように、まあ、ジャイブなんかもすごくしやすかったりするんで、まあ、初心者とか中級者の人にはすごくおすすめです。まあ、特にだからアルミを使ってた人なんかはね、やっぱカーボンの方が、要はここが硬いわけですよね。なんでボードがね、こういう風に揺りにくいんですよ、アルミに比べると。こういう風になりにくい方が、まあ当たり前だけど乗りやすいじゃないですか。だからやっぱカーボンの方がいいし、カーボンの方が上達も早いんで、まあぜひ、まあ、初めての方も、今アルミ使ってる方も、カーボンのマストのフォイルをね、おすすめします。もっとこのファントムのフォイルはこだわりがあって、まあ、見てもらうと分かるんだけど、ネジがね、こう、まあ、こう大きいのを使ってあって、さらにこう分かるかな、こうジグザグに、後ろもね、こうジグザグになってるんですよ。まあ、これって要はそのこのヒュースレジに止めてるんだけど、このこういう風なブレもより少なくなるようにネジの付け方を工夫してあるんですよね。だから当然このウイングもこういう風になりにくければ、板も横に動きづらいで、マストも当然硬ければ横に動きづらい。だからすごい横揺れに対して、もう本当になんていうかな、少しでもそういうことが硬くできるようなことを全部やってるというか、だからここのね、剛性もすごい変わってて、なんていうかな、こうなんていうの、入ってこう横に揺れにくいような設計になってるんで、まあこれなんかもね、こだわりがすごく詰まってるんでね、はい、まああと横もだけど、ファントムのホイールはその後ろの尾翼の調節で、こういう風な上下運動もすごく少なくできるので、横ブレも縦上下の動きもすごく少ないので、基本的に一般的なフォイルに比べると圧倒的に乗りやすいです。もうこれに関しても他のタイプに関しても、
になってます、はい、で特にこれは価格もねすごくお安いのでぜひ一本どうですか。どうですか、はい、買います、はい、買ってください、はい、次はね、ファントムホイールの、フリーレースっていう、まあ、カテゴリーになるんですけど、アイリス F ですね。これは、もう一個アイリス R っていうのがあるんだけども、基本的にこれがまあ一番トップモデルなんですけど、同じです。全く形はウィングの形も、同じです。でマストだけ、これは95センチで R は1メーターになってます。でカーボンの素材が違うだけなんで基本的には全く同じなんで、まあそうレースに例えば出たいとかいう人もこれで全然もちろんいいですし、あとなんだろうな、まあ今2本目のホイールとかねにこれを買い替えるとかね、そういうのにはすごく適してるかなと思います。でまあもうこれは、まあ、さっきのもそうなんだけどウイングを変えていけばどのウイングも全部つけれるんで、さっきの Z に F のホイールもつけれるしウイングもつけれるしにはなってます。なので、まあ、Z 買ってもらってウイングを買い足すとかねそういうことも全然可能なの で一応これはアイリス F の、プレミアムセットっていうやつでウイング2本とリアウィング1本とヒュースレージが、110と90とでウィングはだから950と800っていうのが2本ついてます。でこれもまあこれはだからさっきのと形がちょっとやっぱり違って少しスピードがやっぱり出しやすくなってるんでちょっとここの幅がねちょっと狭くて細めのタイプになってます。だからまあスピードがある程度やっぱ出しやすくて、でもちろんコントロールはもうファントムのホイール全部コントロールしやすいんでさっき言った横揺れ縦揺れとかいうのは少なくなってます。でこっちはだから長いフースレージに、使えばより弱い時に安定して飛べるし、まあ、コースレースみたいに登ったり下ったりもしやすいし、っていう感じになってます。だからこれは本当に風に強さとかねコンディションによってウイングの大きさを変えてもらったりヒュースレージの長さを変えてもらったりできます。でこれは、さっきと違ってここにねここにあれがついてないんですけど、それはねわざとこれを角度をこうボードに対してのこの角度を変えれるようになってます。で変えることによって、まあ、パワーが少なくなったり、あとこう走ってる時にこう水にタッチした時に何ていうかな衝撃が少なくなったりとかっていうセッティングができるんで、まあ、細かいセッティングなんか分からなければもちろん聞いてもらっても全然いいですし、そういうふうにしていろいろ試して、できるホイールにもなってるんで、まあそうですね、2本目ホイール2本目とかやっぱりもうちょっと早く走ってみたいなとか、まあ、将来的にレース出てみたいなとかそういう方にはもう特にぴったりですね。はい、でこれに一応ね今950-800のセットなんだけど、これは R の、550っていうウィングなんだけど、アイリス F にも同じタイプの550、まあ、形も全く同じのこのウィングも、あります。これは別売りで買えますんで、強風用にさらに、欲しいっていう人はこの辺の F っていうのもあるし、まあ、もちろんこれに R をこれつけても全く問題ないです。僕は実際この F のこのセットにこの R のウィングをつけて乗ったことも全然ありますけど、全然問題ないです。それは何の違和感もないし、だから別にもちろんこっちでもいいけど、一応F のね550っていうのもあります。で R には、950-800-550でさらに350っていうのがあって、であとリアも250と200とあります。でもちろん F にこれをつけることも全然可能だし、なんなら Z にこれでももちろんつけれますし、まあ、だからより小さいんで、まあ、パワーが少なくなってコントロールがしやすいんで、まあ、吹いてる時とかにこの小さいリアウィングをつけてもらうということももちろん可能です。ちなみに、まあ、去年 PWA でね年間ホイールチャンピオンになったニコラス・ゴヤードさんはこれをリアウィングにさっき言った350のフロントウィングに90のヒュースレージをつけて67キロの、世界記録保持者ですね。ちなみにそういうふうに、まあ、67キロなんて出したらめちゃくちゃ危ないですけど、まあ、そういうのも、まあ、スピードも出ますよと、まあ、出さなくていいですけど僕も出せませんけど、まあ、そういう
フォイルですね、はい。まあ、正直だからね、ファントム自体がやっぱり、ね、本当にこう横揺れ、こう縦の動きがすごく少ないんで、まあ、乗ってもらえば分かりますけど、本当にコントロールがしやすいんで、まあ、そういうことに悩んでる人、もうこう揺れちゃってとかこうなっちゃってとかってなかなかうまく乗れないって方はもうぜひファントムさんをおすすめいたします。はい、で、まあ、一応ね、あと今言った90と110の、普通のヒュースレージにプラス新しく今年出た110プラス40、まあ、エボヒュースレージっていうんだけども、110と100と90と新しく出たんで、まあ、100ってサイズはもともとなかったんだけども、少しこのマストがつく位置がね、後ろというかになって、ちょっとなんかパワーがあるタイプのヒュースレージになります。まあ、これはもう本当にね、ホイールドハマりしてる人しか必要ないですけど、ドハマりしてる人はよりパワーを上げてもらって、リアウィングの調節でよりコントロールがしやすくなるんで、これはこれでね、ドハマりしてる人はぜひ、まあないサイズもあるんでね、100を買い足すとかね、そういうことも全然できますんで、これだから、まあ、もちろん Z に、アイリス Z につけることもできるし、 F につけることもできるし、 R につけることももちろん可能です。はい、全部もう共通なんでね、いうケースがね、どのタイプでもついてますんで、これに綺麗にね、あ、こっちか、しまうことができますんで、はい。で、あと、アイリス F と R にはこういう SIM がついてます。で、これ開けてもらうとこういうふうにね、ずらっと1から8ミリまでついてるんですけど、これをこのボックスの中、だからここですよね、ボックスの中のここにつけてもらう、こうやってね、あのボックスの中ですよ、こうなるんですよ。で、フォイルって基本的には前のウィングが大きいんで、前がこう入ろうとするですよ、ボックスの中に。だからこれをつけることによって天井に当たってくれるんで、それ以上入らない。で、これついてないとどうしても入ろうとするから、ここのボックスの前がね、ここ割れてきたりするんですよ。で、一応ホイールボックスだから基本的には大丈夫ですけど、これを入れといた方がよりなんていうのかな、まあ、壊れないし、これマストの角度も変わらないんで、これを入れて調節してもらうと。で、正直だから他のね、ブランドとかだとこういうのついてないと思うんだけど、でも上手い人は必ずね、自分でこういう木とかで作ってこう入れてるんですよ、実は。だけどこれはね、全部こうやってついてるんで、この細かく1ミリ単位でこれを変えることによってマストの角度も変えれるんで、まあ、最初は6とか7とかね、これを入れてもらって調節してもらえば。で、まあ、後ろにもね、入れれるんですけど、基本的には、まあ、後ろも入れれば盛りよりなんていうのかな、一定に保てるんだけども、基本的には前がこう入りやすいんですよ。で、後ろはどちらかというと入るよりもこうなんていうかな、こう入らない方になるわけです。こういうふうに行くんでね。だから入れてもあんまり実は意味ないんで、前をきっちり入れてもらえば後ろはいらないですから、これでまあ調節、まあ、6とか7最初入れてもらえばいい感じになると思うんで、調節してみてください。で、これは別売りしてませんので、他のブランドの方欲しいって言われてもお売りするものないんで、すごくとっても便利なものなんで、ね、ぜひちゃんと使ってくださいね。はい、で、あとウィングのさっき言ったシムねがこうついてるんですけど、4枚かついてます。2ミリ、1.5ミリ、1ミリ、0.5ミリって4種類ついてます。で、最初は厚いやつ、2ミリとかを入れてもらえば、まあ、よりウイングがこう要はフラットになるんで、浮き上がりを抑えられて、こう上下運動も減るんで、こっちつけてもらって、で、慣れてきたり、あと風が弱い時は1ミリとかにしてもらってもいいし、もちろん2と1で3ミリとかね、そういうのも全然ありなんで、まあ、最初は多めに入れといてもらった方が、まあ、吹いた時ももちろん乗りやすいし、コントロールもしやすいんで、厚めのやつをね、入れてください。 Z とかね、アイリス Z、アイリス F、
まあ、アイリス R ってあるけども、基本的にはまあ、幅そうだな70センチ以上ぐらいのボードであれば基本的に全然大丈夫です。まあ一応細い方がまあ難しいというかっていうのはあるんで、なるべく広いやつの方がいいですけど、別にスラロームボードでも全然問題ないんで、まずはやっぱりフォイルを試したい人は自分の持ってるスラロームボードにつけてもらうと。でまあこれなんかだったらボックスにもあんまり負担かかんないんでね、フォイルボックスじゃなくても基本的にはよっぽどのことしない限り大丈夫だと思うんで、まずそれで試してもらって、で、あ、これ面白いなって言ったら、まあ、フリーライドフォイルボードとかねにつけてもらえば、まあ、吹いてきた時とかに塗りやすくなります。なのでまずはフォイルを、でやっぱりカーボンのマストのフォイルを乗ってもらうのがね一番いいと思います。まあ基本的にはね、アルミを買っても絶対カーボン欲しくなるんで、乗りやすいから、はい、もうねこれだけはもうしょうがない。値段が高ければ高いほど乗りやすい、うん、カーボンがいいんですやっぱり、うん、なので本当にこれおすすめなんでね、これとこれとね、ぜひ、まあ、一度乗ってみてください。はい、本日はですね、ファントムフォイル世界ナンバーワンフォイルご紹介でした。お名前は浅野のりおです。ささやいた最後。